今結構私が弾いたのは早めのテンポだと思いますけども、あのもっと全然テンポを落としてこのくらいでも全然構わないと思います。ただし、いつも言ってるように落とせば落とすほど一つ一つの表情っていうのを、さらにデリケートなとこまであの表情をあの語らなくちゃいけなくなるので結構大変かなと思いますけども、だから、一小節をこう一つに振るようなちょっとこう期待感のワクワクしたような感じで持っていくのか、本当にその雰囲気そのもののラダダンドンドンってこうあの穏やかな方の雰囲気に持ってくるか、これはもうそれぞれのテンポ設定はいろいろあっていいと思います。それで、これ伴奏系見ていただくと分かるんですけども、最初は一番隣接したところからこう入って、次はこの形になって、それから最後はここまで離れて、で最後のっていう風に今度頭に休符が来てみたいな感じで、どん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 あの最初くっついてたものがどんどん離れてきて、最後にこう壮大な、感じで終わるっていうような、ちょっとそういうプロセスがあるんで、それもこう加味しながら見ていくといいんじゃないかなと思います。ポイント的に言うとですね、楽譜はまず大切なものから書いてあるんだよっていうことで、まず必ず譜表があって、調合があって、表紙があって、で表紙の上にテンポがあってということで、まずこの状況でね、何調でどういう音楽の進み方で、それがどんな感じで演奏してくださいねっていう最初のなんていうのかな、計画っていうのが書いてあるんだと思ってください。それから、その次に何が書いてあるかと、それをもとに音符が書いてあるんですけど、必ず音符っていうのは中に横に流れてるものっていうのが必ずあって、それから縦で支えてるっていうものがあるという、そういう見方してください。ちょっと横に流れてるものの代表がメロディーですね。メロディーもいくつかあります。例えばこの曲は、これからもう一つは見えるメロディーとね、見えないメロディーがあるの。こうあって、こうあった時にどのラインを見るかと、さっき京子先生言ってましたけど、こういうのね。そうするとラインを見るとですね、そのラインの後のこのレに行く、この降りてるっていうものがですね、自分で降りていかないでね、このその音に軸を置いといたまんま足だけポンってやる。自分でまずね、そういうことを分かっていないと、どうしても音をこう追ってくんですね。追ってくってのはすごく大事なんですけども、その追い方が問題は、必ずその都度その都度自分がその場所に行ってしまう、そういう弾き方するのがまず第一段階なんですけど、これがコンクールの場合はその状態で弾かれるとまず通らないと思います。だから小学校1年生であろうと、例えば人と競うってことは、競うって言い方は、言い方悪いかもしれないけども、要するにいい演奏か、いや、比較された時にいい演奏になるっていうものは、まず、ラインをちゃんと追っていける人間であること、それから支えているものが何でるか分かること、それから全体がどんな風になってるか分かること、細かなこともできる限り分かっていることって、その4つのベクトルの中からバランス取っていくことですね。